いっと言わせルフですよね。はい、自分たちでやるということなんですよ。政党ってこういう仕組みになってたんだと、こうみんなと一緒にこうもう本当にフルオープってう、ね、どういう政治をやってほしいのかっていうことを国民の側が考えて理想の政党をみんなと考える。 ビジネスをご覧の皆様、こんにちは神谷宗平です。本日も日本の現代政治を考えるお送りしていきたいと思います。こうした渡辺吉美先生にお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。し,します。前回がですね、日本の占領期のお話ということで、はい、まあその前の1940年体制からのつながりがあるんだよといったところでしたりとか、まあ皇室追放の話、それから吉田茂ってどんな方だったと。 いうこともお聞きしたんですけれども、まあ、日本が占領期終わりましたと独立しましたとなると次の政治の流れってやっぱ55年体制ということに流れていくのかなと思いますので今日は55年体制について、まあ、お考えのところを聞いていきたいというふうに思いますえっと昭和30年ですね、はい、まあ私が3歳の時 <laughs> 3歳、はい、でした、はいえー、うちの親父が えー、県会議員になった年です。おお、そうですね。はい。はいえー、昭和三十年の四月の統一地方選挙で、はいえー、まあ一回の税理士だった、えー、まあ渡辺道夫がですね。まあ当時県会議員の選挙もやたらどでかい大選挙だったんですね。はいうん、定員、えー、何人だか忘れましたけれども、十、え、六、ー、人ぐらいが立候補して、はいえー、なんと名もなき 税理士渡辺道夫が第2位で当選したんですよ。で、はい、それ前はあの税理士だった、うん、でその前は行商人だったんですね<い>だから行商やってるエリアと税理士でお客さんの帳簿をつけてるエリアと県会議員の選挙区がほぼ一致していたということ <laughs> だったんですね。はい、で実は 何党で当選したかっていうと、うん、まだ自民党はできてないんですよできなかったはいその年の11月に、えー、自民党ができるんです、うん、あの自由党と日本民主党が合併してね、はいうん、保守合同、はい、でうちのは自由党だったんです、ね、はい、ねうん、で結局ねあの5年間あその県会議員やるんですがその当時は 栃木県知事は、えー、なんと社会党だったんですよ<ー>小川さんっていう感染、はい、知事、うん、まあ占領時代は感染ですから、はい、知事はね、うん、で、えーまあ、占領時代は相当左の方が強くてですね、うん、で、えー、知事の小川さんが感染知事でそのま,まあま民選知事になって社会党だったんです、はい、だから社会党が与党の時代だったんですよ、うん でところがねうちの親父はねあの日教組撲滅運動っていうの栃木県でやりまして、ね、<ー>栃木県には日教組って今でもないんですよ、はい、あそうなんですかないえ<ー>、うん、ない栃木県と愛媛県かなはい、うん、愛媛県はあ白石さんって元知事で、えー、昭和30年代にあの県会議員やってたあ人がやっぱり日教組撲滅運動やって <laughs>、はい、追放しちゃったんです、ね、はいはい <laughs> <laughs> そういう時代で、えー、まあ経済は高度成長時代で結局自民党ができてあの <coughs> 時代はまあ早話が一家二分の一正当性って言われるんですね。1か2分の1、はい、つまり政権与党は自民党しかないと。はいでえー あの社会党は政権を取る気がないと、うん、まあただ栃木県みたいに、えー、社会党だったところは与党だったんですけれども日記組撲滅運動やると同時に社会党知事の追放運動をやっちゃったんですよ。<laughs> <laughs> でそれで、えー、まあ保守制限に栃木県も変わっていくんですけれども、はいえー、まあ結局 <laughs>。 占領時代が終わって朝鮮戦争が終わって日本は独立してね、はいえー、まあ経済は高度成長 <laughs> というので、えー、まあ昭和35年、えー、まあ棋内学の頃ですね、えー、この頃にあのおまあ安保条約をより まともな形にか変えていこう、はい、ということが行われて第一次安保闘争っていうのはあ起きたわけですね。で自民党はまあ当時どういう政党だったかというとまあ派閥連合政党みたいなものですね。うんうん、<laughs> あのまあ要は何々派何々派っていうのが一つの政党であそうみたいね。出会って、ねえー、自民党はその その派閥の、まあ、政党ブロックみたいな、うん、あ形だったんですよ、はい、だから例えば岸内閣のあは池田内閣になってみたりとかね、うんえー、まあ,あガラッとこうイメージを変えるわけですね。はい、あの池田さんになって所得倍増を とか始まるわけ、はいうん、だからそのいわゆる吉田路線、うん、比較警武装の経済大国路線というのを着々と歩んでいくで時たまボタンの掛け違いっていうのがあって、えー、まあ佐藤内閣が終わった後順当にいけば福田武雄内閣に、うん、なったんでしょうが俺ら、はい、が先だっつってこう拡散が出てきて、うんえー、田中内閣に なっちゃったんですね。はい、でそうするとあの当時あのニクソンショックというのはありまして、はいえー、あの1ドル360円の時代から変動相場制に変わっていくんですね。うんうん、でそうすると円を持ってた方が得だと360円からもっと高くなっていくわけですね。円、えー、を 買っておこうっていうお金がジャブジャブ日本に入ってきて過剰流動性インフレというのが起きるんですよ。はい、でそこへ持ってきて田中角栄流のレッ改造ですから、はい、まああの外、うん、インフレが更新して20パーとか30パ、はい、ーやになったんですね。はい、まあハイパーインフレってのは1000パーセント以上のインフレを言うのでまあハイパーではないんだけれども、はい、あまあ。 あの時代、まあ、私は学生だったんですが、まあ、相当これは経済政策ちょっとボタンの掛け違いでやばいなと、うん、まあ福田田中で回せばよかったのかもしれませんが、うん、まあ時たま歴史にはこういうボタンの掛け違いみたいなが起きるんですね。うんはい、で結局三角大副中なんて当時 えー、あの言われたん、はい、ですが、うんまあ、結局当時の派閥っていうのはあもう政党ブロックで自民党を形成しているので、はいまあ、それぞれの派閥が自分のところの親分を、うんおうん、とにかく総理総裁にするんだ、うんまあこういう発想なんですね。うんはい、で結局こういうい派閥連合政党が、えー ある時時期を境ににガ、えー、ガラガラと平成時代に壊れて、うんはい、えー、くわけです。うんうん、で今もう自民党は派閥っていうのがあるんですが、はい、まあ正直言って、えー、もう昔の派閥とはもう似ても似つかない、はいうん、まあそういうものですよ、うん、まあ私なんか見ていてね。はい、で、えー、今の派閥っていうのはじゃあ派閥の領収を総理総裁にするんだ。はい なんていうはず、どこがあるの。の <laughs> そうあんは聞かないですね。あんまり聞かないねかねよね。<laughs> はい、まあ、せいぜい石破派ぐらいはそう思ってるかもしれませんけどね。うんはい、あの、本のいわゆる派閥領主って。総理、そう、あ、岸田派も、まあ、そうなのかもしれませんけど、ちょっとパワー不足だなと。うん 昔の派閥って分かりやすすいですよね、うん、派閥が一つを党みたいな形って言えばすごいイメージしやすいんですけど<う>じゃあ今の派閥ってど何のために組んでるんででるすか結局ね小泉さんの時代に、はいえー、もう当時小選挙区になってましたからね、はい、派閥っていうのは、えー、あの票とお金と人事、うん、これをおサポートしたり配分したりする役回りでうん、うん、とにかく派閥領収を、はいえー 総理総裁に、うんうん、というあの田中流に言えば一致団結箱弁当っていうやつ、はい、ですね。というん、ところがやっぱりあの政党中心主義こそ正しい政治改革だって考える人たちがあいて、はいまあ、その中心にいたのが小沢一郎さんなんですがこの政党中心主義 というところで、えー、あの平成時代に、えー、まあ正直言って優先順位を間違えたんですね、うん、まあ,あの当時平成時代っていうのはご案内のようにあのバブル崩壊、はい、これにどう対処するかっていうのが、うん、まあ一番大事な仕事だったんだがまあ,あ小沢さんたちはいやそうじゃなくてもうとにかくあの 政党中心主義の選挙制度を作るんだ。うん、ね、お金の集め方から、選挙のやり方から、何でもかんでも政党を中心でやるんだ。と言って、政治改革法案なるものを。細川連立政権の時に。通した、はい、わけですね。うん、まあ、自民党の総裁は河野洋平さん。はい、幹事長が森喜朗さん。うん、で。これが、まあ、はっきり言って。今になって思えば。 政治の大失敗だったなって私は思いますね。うんはい、つまり、はい、あの、うん、政党というものと、うんえー、国会議員の、うん、本質ということの矛盾総国が全然議論されない。つまりこういうことなんですよ。うんうん、あの近代議会制っていうのは、はいえー、憲法四十三条に書いてある。 全国民を代表する議員なんです、はいはい、つまり国民代表っていうのは代理人じゃないんです、ねはい、誰からも拘束されない、はい、農協の代理人でもない医師会の代理人でもない財界の代理人でもない労働組合の代理人でもない誰の代理人でもないのが国会議員、はい、これが近代議会制の根本原理なんですよ、はい まあ、人民主権論者は左の方の人たちは「うん、いやそうじゃないんだ国民人民の代理人なんだだからリコールできるんだ」っていう、うん、あの学説はもちろんあるんですけども、はいえー、中世のお議会っていうのは地方の豪族貴族貴から命令委任を受けてて国会に出ていく存在だったんですよそれが近代議会はそうじゃないんだ。 誰からも拘束されない自分の思想と信念のみに従うんだ、うん、っていう国会議員の本質と政党の党議拘束に従う、うんねえー、議員というのは一体どういう関係にあるんですかっていう議論を全くしないで、うん、政党中心主義、はい、つまり、えー、選挙のやり方も政党中心、うん、お金の配り方政党助成金も 政党に加わるうん、うん、という政党とはなんぞやっていう議論しないで、はい、政党を中心市作っちゃった。<ー>これが失敗の始まりですよ。うんうん、私に言わせたら。はい、だから結局あの選挙目当て金目当ての政党がその後どれくらいできたか。うん、まあみんなのと。 作ったた時時に調べてみたらら、うん、あの当時で25番目ぐいだからもう30個は優に超えてますよ。はい、で小沢さん流のやり方っていうのはもうそういう政党中心主義を作った張本人ですから、はい、切り張り張新党なんですよ、うん、とにかく合併、えー、だあ切ったり貼ったりしながら大きくしていく、うん、まあ新進党なんてのはの典型例で。はい でえー、こういう、うん、新進党っていうのは、まあ、自民党を離党した人たち、えー、社会党民社党公明党お日本新党、はい、先駆けこういう,う、まあ、寄せ集め軍団ですよ、はいで。そうするとこういう切り張り新党を見て国民がどう思うかこれって選挙目当てだよな、はい、お金目当てだよなってばれちゃうんですよ。うんうん しかし政党っていうのは、えー、あの一つですから、はい、だから政策は一つにしなきゃいけない、はい、でも党内には元党首が何人もいるし、うん、元幹事長元政調会長元たくさんいるし、はい、一つにするって難しいわけですよ、うん、政界再編っていうのはあ,のあるいは政権交代っていうのは、えー、切り張り浸透ではなくて、うん、政党ブロックっていうのを作るわけです、はい でこの自民党単独支配が終わったのは、まあ、私が1年生議員の頃、うん、日本が金融危機に見舞われて、はい、もう本当にやばいもう世界金融恐慌一歩手前ぐらいの時に公明党と小沢さんの自由党を引っ張り込んで自治公連立っていうのを作ったね。で小渕内閣の時ですよ。はい でこういういのは政党ブロックなんですね、うん、切り張り浸透じゃなくて、はい、まあはっきり言って安倍さんと今の公明党の山口さんのイデオロギーとか思想ってはっきり言って全然違いますだから、まあ、そういうややこしい話は棚にして、はい、ブロック食いましょう、はい、で選挙協力やりましょうと,、うん、えというのが、まあ、あまあこれはある意味世界標準なんですね。 結局こういう野党ブロックが不在だった、うん、えのがまあ今の自公政権の長続きの一つの理由、うん、まあただ、えーえー、政権交代がこの30年間に2回起こってます、はいえー、どっちも小沢さんがかんでますじゃあこの政権交代2回あったのがなんで潰れたか、うん、簡単な話なんですが2つとも。 消費税でで潰れてるんですよ、うん、細川内閣の時は、えー、国民福祉税 <laughs> といって当時3%だったの6%ぐらいに上げますっつって、はいえー、この細川内閣が潰れたわけ、はいね、それから民主党政権、えー、これも野田さんの時に、えー、増税します、うん、10%に上げます、うんえー、といって潰れたわけ、うんね、だから要は財務省のお 非常に言いなりになるのがまあ早い話は長期政権になった人たちっていうのは、えー、大蔵省財務省の言いなりにはならなかった人たちですよ、うん、中曽根さんがそう当時は消,消費税、えー、やってくれやってくれって言ったけど中曽根さんは絶対やらせなかったね。はいで えー、次の竹下さんにやったらもう 1, 1年か2年で愛好代、はい、で次の長期政権は小泉さん,小泉さんこれも増税、えー、は絶対やらせなかった、うん、安倍さんは何で今長期政権になってるかっていうと金融緩和をやった初めての内閣だからなんです、うんはい、かろうじてそれで持ってる、うんうん、ただまあこ10月で2回目の増税やりますので、はい これは相当危うい状況になるかもなっていうのが私の予感ですね。 ちょっと話が55年の方から随分と広がって、うん、まあ現代までつながってきたんですけど最後の締めくくりのところでもう一回ちょっと55年体制の話に戻しますとね、えー、と結局55年体制で自民党できたじゃないですか。はい、で自民党いらっしゃいましたよね、はい、自民党のやっぱり結党の時にですねやっぱりこう憲法を作ると、うんうん、新しい憲法それこそ先ほどの,その吉田路線からじゃなくて、うん、やっぱり一人前の国にということが理念にあったはずなんですけど。うん 今の自民党なんかそれがなくなってしまってるようにこはたから見て感じるんですけど、うんすね、この50年体制作ったあの理念はど,ど,う,どうなったんでしょうまあ正直今の自民党の中で本気で憲法改正やるんだって考えてる人たちは全く多数派じゃないですね、うん、そういうふうに見えますよね。憲法改正なんかできっこないって思ってる人の方がむしろ多い。うん まあ大体自民党ってね私もいたからよくわかるんだけどね、はい、あのなんか必死でやろうっていう人たちは1割ぐらい、うん、で3割ぐらいはもう絶対反対、えー、もうとにかく既得権益守るんだ、うんえー、今まででいいんだっていうのは大体3割,3割えじゃあ残りの6割は、はい、まあどっちでもいいか <laughs> 強い方につこう。<laughs> それが55年体制でできた自民党の現状とああこれはこれは,これはあの特にこの平成時代にね小選挙区が導入された以降の自民党内の政治文化ですよ。うんえー、中選挙区時代は、はい、あの結構穀骨感がたくさんいたの。例えば、はい 定員五人だったら、えー、最高五人自民党が当選できるわけ、ね、ですね。だから五大派閥ができるわけですよ。そうするとまあはっきり言ってあの有権者の五人に一人だけ、えー、味方につけておけば、はい、当選できちゃうってことじゃないですか。得票率二十パーセントで当選するんだからね。はいはい、うん、うんうん、ってことはあの自分のあの言いたい放題のことが言えると。うん、だ例えばうちの親父は。 えー、農民票6割もらって抽選局ずっとやってましたけど、はいえー、日本は何で反映してきたか皆さん分かるでしょ自由主義経済と自由貿易体制で日本は発展してきたんですよって統制経済の真っただ中の農協のね参加、えー、にある、えー、農家の人たちに説、はいえー、いて回るわけ、はい、それでも当選しちゃうわけでよ。う <laughs> だからね、えー、それが小選挙区になると農協ははっきり言って当選させる力はないんだが、はい、あの B 党グループだから、はい、拒否権行使集団で落選させる力はあるんです、うん、<laughs> <laughs> なるほい。 <laughs> だから私の田舎みたいにやっぱり農村部はね農協からにらまれると外、うん、やばいわけですよ。はい、まあ現に私も一回落選したらピッピー賛成っつってね、はい、<laughs> だからこっちは新年変えるわけにはいきませんから、はい、えまあそういうね恍惚、えー、感を相変わらず今私やってますけどね、うん、そういう人が今の自民党には非常に少なくなったね。うん と見てて思います。はい、まあ一言で言うと骨分になったな、うん、という感じ。はい。わ、はい、かりました。まあ55年15年大生からもうねいつも話が現代に繋がっていろいろろ面白いんですけれども <laughs>、えー、またちょっと次回も時代を追ってですね。はい。そこからまた現代に繋げてお話してあげようと思います。はい、はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。